さ。この子が、はるかの。まさか。いや、まさかじゃない。名前は、ハルトだ。ハルト、ハルカ。つまりこの子はハルカの子だ。まさかそんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。それは自分の。몸이아작났는데なら父親は、この子の父親は誰なんだ。わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥がいつからカムロ町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部遥の意識が戻らねえと。回復の見込みは。今は何とも。悪いが、下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかない。先輩、すみませんが自分はそろそろ、まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ、本庄さんだったら。うん。ハルカが事故に遭った場所はどこなんだ。何のつもりだ。あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、18쯤에난것같은데느낌에。何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずのハルカ、いつの間にかカムロ町に来て事故に遭った。訳が分からねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それ何より、本当にこの事故は偶然なのか。ハルカが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ。絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走した。車長に車に乗っていたのは男の一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとすると、そいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、
総帥の一人息子でもあった。동성애나싸싸울만하구만。後継者だ。名前はジミーロー。서로안봐줄만하네。その殺しをきっかけに抗争は激化。登場会の6代目が逮捕されて一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。登場会がそのジミーローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも採用会はそう思っている。中国人マフィアどもが町中に散って、登場会のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。登場会も中国人と見りゃ警察は何を하는거죠。町から追い出しに来る。どむちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも無造無造の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり構想で動いているチンピラは登場会、採用会以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。韓国マフィア。あ、ジンゴン派。총출동이구만。ジンゴン派はカムロ町に2度進出して登場会に叩き潰されている。1度目は30年以上前、そして2度目は10年前。その時はあんたも登場会とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もうずいぶん昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。登場会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。한준기、한준기나올려나。타이어흔적인가。광폭타이어는아니구만。자국에있는거여기가그럼하루카가피흘린덴가。ちょうどそこを沢村遥香が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥香を引いた後、運転手は車を止めてはみたが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまりどういうことだ。もし万が一の話、沢村遥香があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃねえか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。極道적은아니다。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察からそんなに簡単に逃げられるもんなのか。보통놈은아닐거다。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで気づいてるか、さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。うん。あの帽子をかぶった男か。ちょっとだけ手のこヘンドポンの。気がついたのはさっきだ。ただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか。それともこの事故現場を見に来たか。どうする。こっちから挨拶してみるさ。もし俺に用があんなら、まず自己紹介させてやる。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい、中国マフィアンが。ここで何をしてる。ジンゴンパや。くそ。待て。じゃあ逃げろ。待て。あ、スタミナ안찍어갖고이거따라가다지치지않을래나모르겠네。아저새끼도지치네。
動いそういせっきゃ。あ、バルネ情報。おお。자동이었네어차피자동이었네誰だお前は。なんであの場所で俺を見張ってた。見張ってたわけじゃありません。今日護衛をしてたんです。で、ウェドマンが4代目。お前東上界の人間か。ええ、東上界直系の染谷一家のもんです。染谷一家、ご無礼をお許しください。4代目、親父からの命令だったんです。4代目を影からお守りするように。나일반인이야회장님이라고하지마。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを登場会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。모를수가있니。여기온지3시간만에100명을때려놓는데。よくわかりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと4代目が現れると。何？4代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか、ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東上会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東上会本部か。どこやて。くそ、またあそこに行かなきゃならねえな。あの、何か。俺は東上会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。택시타고가볼까？혹시사이드생긴거없나한번보고。없는거같아요。왜여기에는택시가없는거야？여기까지가야되죠。어유미사진이게1탄부터5탄까지나왔던출연자들사진이다나오는것같아요。근데흑백으로나오는겁니까？다영정사진인가？죽은사람들사진만나오는것같아요。어이거뭐야？아얘하루카팬요거또생겼다。캐가까이가니까생기네。그러니까맵에서딱드러나는게아니고그근처에가면생기는걸로봐서좀맵을꼼꼼히돌아다녀야이게생기구나。아카즈마오지산요かった。찾아してたんだよ。하루카다친거알면얼마나마음아플까。에어카이탄다고고래와아타시또하루카짱또키를겁나귀엽게그렸어。だって하루카짱의오토산って어카즈마오지산이죠。어떻게알았지？나どうして最初にお話ししてた時に思ったんだ。요즘애들눈치가빨라。하루카짱의ことを話す時の目がお父さんの目みたいだったから。私お父さん大好きで、お父さんの目を見てお話ししてると安心するんだ。おじさんも同じ目をしてたから。そうか。それに私はアイドルのはるかちゃんしか知らないけど、おじさんの中にはもっと違うたくさんのはるかちゃんがいるみたい。そうかもしれないな。いつかはるかちゃんとカズマおじさんと私で楽しくお話ししたいなって思って書いてみたの。よ
く描けてるじゃねえか。지금병원에있는데みんなそっくりだぜ。ありがとう。この絵、はるかちゃんにも見せてあげたいな。ああ、俺も同じことを思っていた。この絵は俺が責任を持って必ずはるかに届けてやる。本当？約束だ。ありがとうおじさん。あ、もうこんな時間。早く帰らないとママが心配しちゃう。またね、カズマおじさん。その絵、絶対にはるかちゃんに見せてあげてね。ああ、任せておけ。그래도용케아이있는거파파라치한테안들키고잘도망다니긴했었네그림진짜길고그린옷이진짜없군데아저씨아츠노리료킨나나동성애본부요かしこまりました。それでは出発いたします。아여길또다니니가스가요아닌데どうも소매소매야一家総長の소매야です。この度は無所でのお勤め。어이거실제배우로도본배우같은데어디일본영화같은데서본것같아요俺が来るのを待ってた。아오그리슌이야아うちの子分が4代目に誤解を受けるような真似をどうかご容赦ください。クローズゼロへの誤解ってのはどういうことだ。근데거기서는얼굴이좀길쭉해보이긴하는데딱저렇게머리스타일저렇게하고뒤로묶고다니던애있어주인공4代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。그クローズゼロ에서도아버지가약자지。不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強してくださいよ。이럴시간없어어쫄 슬크얘가스가인가보다이름이재수없게스가야どうも度々失礼します。おお、四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで四代目。俺の顔覚えてます？잠깐만얘아까그거やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目対戦になっても、名ばかりの相談役でした。ブジルゴマ、無理もない。VIP 들막、극했던걔아니야？그놈인데？もうお聞きでしょうが、六代目が札にパクられてから、この老いぼれが引っ張り出されましてね。せっかく若返った登場会も、また古い世代に逆戻りです。四代目から見るに、さぞかし頼りないでしょうが。
ずいぶんでかいテーブルを入れたんだな。極度も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね。お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。이둘이아주동성애를아주그냥몰락으로이끄는놈들인가長居するつもりはね。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこにはカムロ町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたか菅井。監視じゃなくて護衛です。누가누굴경호한다는거요。四代目がカムロ町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板。堂島へ혀라고바꿔줘。とっくにカビが生えてんですから。건방지네이자식。キリュウさん。キリュウさん？さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。あーい、俺の無責任を。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな今の若いのは。中国マフィアとの抗争のおかげですよ。いやだってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかの力だった。六代目大勢の登場会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい構想のおかげで東上界のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。まっとうな時代が来たってことです。それもキルハンテと無力無力いじめ。いい時代になったでしょ四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ菅井さん。菅井さん誰よりも組織のためにこれで회장대행が中枢に入る当然のことだ。제뭐야저거。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。
お前らが遥かの事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一、まあね、花千万分の花千万分の花理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、ゴリがいたら時は容赦しねえ。いろんごした道島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。결국하루카의사고에관한단서는없다。일단뉴세레나에가보자。뉴세레나여기뭐죠？어？금고였어요。섹시클럽決めた目標を先延ばし。そんなあなたの心の闇に光を差し込むアップルパイ。アダムもイブも一変態的で。旅立ったよアップルちゃん。本日のカフェアップルパイは禁断の接しアップルたちが。あいご。さあ、たじゃってたじゃって。チラッ。おいしいリンゴ、ペロペロリンゴ、やってらっしゃい、いらっしゃい。出荷したてのおいしいリンゴですよ。さあ、一緒に行こう、一緒に行こう、一緒に行こう、マリンちゃん。얼마예요？안되네。여기는2층이네 마담키리우스伊達さんから聞いたわ。はるかちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で ICU に入ってる。しかもはるかを引いた犯人はまだ見つかっていない。何か犯人につながる情報がないか探ってるところだ。キルさん、スマートフォン持ってるわね。当然に、どっちもちょっと貸してもらっていいかしら。해통화는잠가놨어요はい、これでいいわ。あ、うん、마담번호どうかしたのか。カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど。아니구만。そのアプリを今インストールしたの。もしかしたらそこに何か情報があるかもしれないと思って。ありがとうママ。後で試してみる。이제스마트폰앱같은걸로정보같은거얻고이러나봐요。それじゃ。スマートフォンのクエスト받고그러나？いや、ちょっと待てや、おっさん。おっさん。あ、뭐야。あと、チュリニン軍団、あじゅ。俺に何か用か。ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ、すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ？んだとこら、てめえ、なめてんのか！얼굴변하진않아、얘네들은。어、얼굴이。マジかよ。信じらんねえ。얘네들을정보원으로포섭을하자。
니네들 일로 와. 일렬로 서봐. 뭐야 이건? 난다. 사와가시이나. 안타와. 저스티스? 레인메이커. 이 사람도 배우 같은데 얼굴이. 随分 喧嘩 慣れ した おっさん だな。 君 ら じゃ この 人 は 手に負えません よ。 僕 ら が 守 って あげ ましょう か。 え、 いや、 そんな。 もう 俺 ら は いい す から。 本当 なん でも ない っす。 そう？ それ じゃ 俺 ら は これで。なんか不思議なおじさんだね。いや、俺これ手動きあるけど、ヤクザとちょっと違う。となると、元ヤクザってどこかな？当たってる？何者だお前は。僕はジャスティスの孔明。ジャスティス。ジャスティス。ゲンダニが。新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう、正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ孔明。すみませんすみません、面白いおっさんがいたもので。すぐ行きます。早くしろよ。끝내？누굴？나를？이쌍판이이탄의고다듀즈닮아가지고저거。彼は岡田和親。金の雨を降らせる男。돈의비를내리게하는남자。돈좀주세요。ジャスティスのメンバー3000人の。와3000명이야？꽤많네。 3000。 驚きましたか？ この狭い町に3000人の勢力。 バカにできたもんじゃないでしょう。 彼のカリスマ性に惹かれて。 얘네들도 4대천왕 있을 텐데 니가 최약체냐？ 若者の居場所のないこのカムロ町で 力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな。진짜별이별게다생겼네。진권파부터이제온갖깽단다들어와있고。아이고。정보가 SNS 인가？ SNS 는아무것도안돼요。어디서하는거야？아옆에또있나？그런건없는데。あのちょっといいですか？뭐죠？あなたすごく強そうですね。それに正義の心を持っている。いやー、目を見ればわかります。あなたならこの町を救えるかもしれない。何もや。これはすいません、私トラフルと申します。この町も随分物騒になりましてね。実は너도ジャスティス입다네。凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えないほどにね。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。ディリバリーサービスが。この町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。キリュウだ。とった。キリュウさんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで。これでよし。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。
もし助けていただけるものがあれば、서브キャラ기보다도그냥건바이건스토리는딱히없겠지頑張りましょう。거리에서일어나는트러블이 SNS 에업로드된다고합니다아직업로드안됐어요지금쾌가아무것도없네사쿠와관련된단서를얻는다SNS 에한번뜨는게일단연관될수는있겠다그러다니다보니다대산가아오르다지금병원에아키야마가来てる用事が済んだら病院へ来い俺はちょっと出かけるかな分かったすぐ向かうそれじゃな아키야마옷이나좀사주지배틀응용편SNS 안뜨나하나해보고싶은데하나도안뜨네병원으로갑시다그럼출발이다시작키류사오옷갈아입었네응난다ずいぶんさっぱりしたないやまあ汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで伊達さんから大筋は聞きましたはるかちゃんはまだ ICU です今んとこ動きはありません秋山が지켜주면안심하고돌아다닐수있지はるかちゃんの子供のことでちょっとうん区の児童相談所ってのが来てます桐生さんに一言挨拶したいってあどんぼくち沢村はるかさんの関係者の方ですね児童福祉士の野尻と言いますこちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして何沢村さんにご親族はいないということですのでお子さんはこちらでお預かりします今回のようなケースでは通常の手続きですのでそれじゃごめんくださいはるかの子供を児童養護施設に送るってことかええまだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます待ってくれ俺は沢村遥の親が役割のキリュってもんだ父母は違うだから赤ん坊の面倒は俺が見るあんたらには手間は取らせねえキリュさん親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよねでしたらキリュさんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできませんだってほら例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります何はあ確かに今のは大げさに言いましたよでも公務員にちょっとしくる言えてて預けちゃったらこれちょこんちょこんならだけ言えられやじ今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんですうちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにねまあそういうことなんであなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんですどうかご理解くださいなんかいげ같은말이라도あだるこおだるんこんで児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなんかそんなわけねえやなはいあんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。俺もはるか。お、핵心を찔렀어。施設で育った人間だ。どじまえよ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみは、それを味わった人間にしかわからねえだろ。パンパンまだ僕に口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくない。
ハルカも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。キリュウさん、どちらへ。エギペドリアイジボロトケパリ。俺はハルカの子をあんな奴の好きにはさせねえ。え、吐き出しちゃう。キリュウさん、ちょっと待ってください。아이는죄가없다そこまでにしましょう。キリュウさん、あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。プチ、すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあればこの子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時にはハルトは間違いなく施設に送られる。あ、いっぱい두개밖에안났어。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはシサルで너무잘알고있어요。その後俺がどうあがこうがもうこの子には何もしてやれなくなる。ハルカも絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。아니저렇게쟤를붙잡아야지。この子は連れて行く。ハルカが目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺はハルカちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな秋山。行かせてくれ。秋山랑싸우나。考え直してください。キリュウさん、俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。ヒムロジナガンダ。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。あね、俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいない。지금만생각한다。キリュウさん、お前がどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はない。설마애놔두고쌈박질하겠다는건아니겠지。다때려부시면서そこをどけ。설마아기야마くそ。내게왜이런일이 내게왜 여기서애위험하게밖에서공무원이보면은어떻게애를더못주지이런거보면 이런놈들한테어떻게애를주고
오 발차기 역시 아키야마 발차기는 여전하구만. 오 발차기 여전해. 아우 저기는 안 뽀개졌죠? 대게 왜 이런 일이? 대사 너무 웃겼어. 돈단나 그래서 Why me? Why me? 아키야마. 本当に その子を連れて行くしかないんですか? 厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。公務원은 어디 갔지? 경찰 부르러 갔나? 이거 유괴죠. 법적으로 관계가 없는데. 저렇게 험상궂은 사람이 애기 들고 다니면. 한 살짜리한테 뭘 먹이려고. 뭐스코시만 들어요. 와갓들 알아했던데나. 얼마 참치 마요 먹이려고? 안 돼. 마사가 손나무노 구하스를 つもりじゃねえよな. 다테사. その子に 食べさせる つもりなら こういうのにしとけ. 아이가라스 무자스르나. 오마야사마요. 다테가 도움 될 때도 있네. 아라. 마마. さあ、落っことすなよ。そっとな。そっと。とろっていじまね。わかってるって。児童相談所の野尻だったが、うん。いろいろうるさかったが話をつけといた。いや、立て遠まりでね。何があっても俺がすべての責任を取るつって。そうだったのか。よくし、ホンサペ。そしたらあいつこう言ってたぜ。 なら私は何も知らない。今回の件は何も聞かされてないし、病院にも行かなかったので、どうさせてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ、子供のことはどうでもいいらしい。ま、あいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。秋山はウェマジンくん。 児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ、あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うと、その方がゾッとする。うちのさやにもあんな頃があったよ。まあ、じゃあ、伊達と大人になって手がかからなくなったかな。さやか。 ホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、アドリオス、サヤが。お前に助けてもらわなかったら今の俺もサヤもダメになってた。俺らキリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてないと思ってるんだぜ。なら今日は
伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな。そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。어째다태는더젊어진것같다뿌염하셨나하루카のことだ。하루카か。하루카가뭐どうしたんだ。あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが、意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか、医者にもはっきりしねえ。なんだと。一体どうしてこんなことに。なあお前、今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは。何もない。沖縄を出た後、어디서부터어떻게알아봐야될지지금감도안잡히지。過ごしていたのか。자기는감방에있었는데。そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。伊達が엄청도움되네。육에서는これは遥かの携帯に入ってた写真のデータだ。この一枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。あ、まっちょ。この写真の撮影場所は広島だ。広島？広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ遥かは沖縄を出た後広島に。그럼아이는두고가야되나みたいだな。마담한테일단맡기고。どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日は赤ん坊と二人して事故に遭った。はるかが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら今まではるかに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さてどうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥かの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて、挨拶にも来ねえその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。明日広島に行く。勝ち간다고。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバースリーの組織だ。ナンバースリー組織ごまん。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよく聞いたな。陽明連合会は天下を継承せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タゲルは広島という地を守り続けた。クルス・タゲルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。
戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が登場界にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため、極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルスタケルの行動を何一つ確認できていないんだ。75年以上40年동안体力、武力、攻略、威力、それすら分からない。40年동안행적을몰라。이정도면무능을넘어서존재가치가없는거아니야경찰이40년동안모르면クルスタケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだがな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそういうに決まってると思う。자칭일반인이지。누가봐도일반인으로안보지。俺が東京を離れている間、はるかのことを。역시盾밖에없구만。こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。둘이면믿을만하지。しかしな、あの遥かがあんな可愛い子を産むなんてよ。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。遥か必ず目を覚ます。だからよ、キリュウ。それまでに必ず春人の父親連れてきてやってくれ。